センス悪いね。ただこうタイミングとかいろんなことを含めるとセンス悪いですよね。法律論とか政策論を超えた、まあ、政治的センスの問題だと思うので、そして公務員はじめとするそれぞれの役所の給料っていうのは当然民間の賃金に沿って反映することになってます。この法律はそういった意味では必要だと思いますが、ただし総理大臣含めて政治側の給料は上げないということを言われてからじゃなくて最初から言えばいいんですよ。ただそういう法改正になっていることに気づく能力が、あるいはそういうことを今国民がどのように捉えるのかというね、そこの政治センスの問題ですから、当たり前の市民の感覚がないということだね。ちょっと考えた方がいいんじゃないですかね。NHK の阿部です。よろしくお願いします。どうぞ阿部さん。特別職の給与法についてお伺いします。はい。一般職に準ずる形で総理や閣僚などの給与を引き上げる法案を提出して、まあ、先ほどの衆議院の、内閣委員会で自民公明国民の賛成で原案が可決しました、うん、ただこの法案をめぐってはその国民のこの物価高で苦しんでいる中でなぜこのタイミングなのかという批判もあり、結果的に政府はですね、この増額分を返納することを明らかにした一方、立憲民主党はその総理大臣や閣僚らの給料を据え置く修正案を提出しましたが、これ否決されました。今回この国民民主党はこの原案に賛成、修正案に反対という立場を取りましたが、この理由と背景、そしてこの玉木代表はですね、この政府の一連の動き、まあ、タイミングセンスが悪いと評していましたが、この一連の動きを新馬幹事長がどう見てたか、所感をお聞かせください。センス悪いね。我々給料上がる日本経済取り戻す、そして公務員はじめとするそれぞれの役所の給料っていうのは当然民間の賃金に沿ってそれを反映して人間含めて公民給与特別職含めてですよ、反映することになってます。これきちっと給料上げるとこ上げておかないと、各役所はそれに準ずるお仕事をされている方が次官の給料より上回らないとか総理大臣の給料より上回らないというルールになってますから、この法律はそういった意味では必要だと思いますが、それを出すんだったら同時にですよ、ただし総理大臣含めて政治側の給料は上げないということを言われてからじゃなくて最初から言えばいいんですよ。まさにセンスがない。それから庶民感覚というか当たり前の市民の感覚がないってことだね。残念だと思いますが、ただその他の方々の給与をしっかり上げていくということは大事なことですから、当然我々は賛成ですけども、したがって玉木代表の政治的にセンスがないねというのはそういうことだと思いますよ。はい。NHK の阿部です。よろしくお願いします。特別職の給与法についてお伺いしたいと思います、はい、政府が今国会に提出している改正案が成立すれば、総理大臣は年間46万円、閣僚は32万円アップすることになります。岸田総理はその国庫に返納していると強調はしていますが、一部ではこのタイミングでのいわば総理と閣僚 この賃上げに批判も出ていますが、この代表の受け止め、またですね、総理や閣僚部分を引き上げない修正案を出すなど、党としてこの法案への賛否含めた対応をお聞かせください。はい。これまでですね、調べましたけれども、まあ、公務員の給料の引き上げに合わせて特別職公務員についてもですね、上げるということは、まあ、慣例上やってきてるんですね。さっき具体例言っていただきましたけど、総理で40万ちょっと、閣僚で30万ちょっとなんで、まあ、正直岸田総理や他の閣僚が40万、30万欲しいからね、こういうことをやってるってわけじゃないと思うんですが、ただこうタイミングとかいろんなことを含めるとセンス悪いですよね。だからそれを除いたものにするというのも一つの案だと思いますが、自主的に返納するとか、まあ、これはもうね、その法律論とか政策論を超えた、まあ、政治的センスの問題だと思うので、まあ、これはどうするのかっていうのは、その閣僚、まあ、岸田内閣としてどう判断するのかっていうのはちょっと考えた方がいいんじゃないですかね。いや、そのなんか、まあ、得られるものと失うもののバランスを考えると、別に本当30万40万欲しいとも思ってないと思うんですよ。ただそういう法改正になっていることに気づく能力が、あるいはそういうことを今国民がどのように捉えるのかというね、そこのもう政治センスの問題ですから、そこは、まあ、まあもちろん我々としても修正案出すのも一つの手だとは思いますが、ただこれは政権として自主的に判断してやられたらどうですかね。別に岸田内閣にアドバイスするわけではないですけど、その得るものと失うもののバランスがあまりにも政治的に失うものの方が大きいような気がしますけどね。
はい、と思います。いかがでしたか。新葉幹事長は給与法改正案について公務員の賃上げという面では必要な法律だと述べました。一方で総理や官僚の給与が上がることに対して批判が出たことについて、この法律を出すなら同時に総理や官僚の給与は上げないなどの説明を前もってしておくべきだと述べ、岸田総理のセンスのなさを批判しました。皆さんはどう思いましたか。感想などをコメントで教えてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。